はいどうも皆さん、タイチでございます。さあこの時間がやってまいりました。ということでね、本日の動画は誕生日プレゼントを視聴者さんのフォアさんからいただきましたので、今回それを紹介したいと思います。ロジクールのマウス、ワイヤレストラックボールですね。 MX の ERGO って書いてあるけども、俺もこれずっと欲しかったんですよ。ビッグカメラでね、まあ、パソコンとかキーボードとかでマウスをこうね見てたんですけどもね、おすすめの場所っていうかね、そういうコーナーにこれが置いてあって、触って実際に動かしてみたところも素晴らしいと、もうこれは使いやすそうだと思ってね、もうずっとずっと欲しかったんですよ。フォアさんがですね、まあ、僕が誕生日ということでプレゼントしてくれました。本当にありがとうございます。ということでね、早速ちょっと中開けていきたいと思います。あーもうすごく、おーびっくりした、すごく欲しかったんでめちゃくちゃ嬉しいっすわ。いやこれは充電器なのかな、充電器か。ということでこれが本体でございますよ皆さん。おおでかい、でかくない、俺の手とね同じぐらいの大きさなんですよ。でこれ何がいいって、普通はねこうやってやるじゃないですか。ただこれね、何がいいって、これ角度をつけられるんですよ。これ角度を変えられるから手首にすごくいいんですよ。やりやすいんで、20度ですね、20度角度、変えられるみたいで、これがすっごくもやりやすいんですよ。付属品としてはね、いろいろ説明書だったり保証書が入っているのと、あとはこうケーブルですね、 USB ケーブルと、無線で使える、USB ですけども、なんとこれ角度変えられるこれなんですけど、実はこれ強い磁石でくっついていただけなんですよ。いや俺全く知らなかった。ということで早速マウスをですねパソコンに接続していきたいと思います。ロジクールのマウスを今パソコンに接続したら、こういう風にね、いろいろなんか出てきましてですね、密度を高めるには精密モードボタンを押します。ここですね、ここを押すことによって、マウスのスピードがほら落ちるんですね。これ精密な作業をするときはボタンを押してこうクリクリクリってやってもこうクリクリクリってやってもそんな動かないようにする。でまたこのボタンを押すと解除するともうめっちゃ早く動く。なるほどね、はい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 。ということでロジクールのマウスとっても使いやすい、もう本当にねフォアさんには感謝してます、ありがとうございます。ということでね、まあ、今回はここまでで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。